はい、皆さんこんにちは。新型クラウンクロスオーバー G アドバンストレザーパッケージが手前のこちらのプレシャスホワイトパールの車両になります。そして奥に見えますのが新型クラウン RS アドバンストになります。最高級グレードになります。どちらもですね、最高級グレードですが、こちらが 2.4 リッターターボハイブリッドの最高級グレード、新型クラウン RS アドバンスになります。そしてこちらが 2.5 リッターハイブリッドの最上級グレード、クロスオーバー G アドバンスのレザーパッケージになります。こちらの 2.5 リッターハイブリッドの最上級グレードの価格は570万円となっています。そしてこちらの 2.4 リッターターボのクロスオーバー RS アドバンスの最上級グレードの車両本体価格は640万円となっています。そしてこちらが新型クラウンクロスオーバー G アドバンスのレザーパッケージになります。今回はですね、こちらの2台の車をですね、比較していきたいと思います。今回はたまたま新型クラウン RS アドバンスの動くところが撮れましたので、少し見ていきたいと思います。 2.4 リッターターボハイブリッド車で、ボディカラーはブラック、プレシャスレイになります。メーカーオプションとして16万5000円となっています。内装色はブラック、イエロー、ブラウンになります。今回はこちらの RS アドバンスのグレードと、先ほどのホワイトのクロスオーバー G アドバンスとレザーパッケージのクラウンを同じ角度から撮影して比較してますので、新型クラウンご購入検討の際の参考にしていただければ幸いです。しかし新型クラウンかっこいいですよね。また皆様の感想をお聞かせください。お待ちしております。新型クラウン RS アドバンスになります。最上級グレードになります。今回 RS アドバンスに初めて試乗しましたが、とても走る車で、乗り心地も最高の車でした。また試乗動画も上げていきたいと思います。チャンネル登録してお待ちください。それでは見ていきましょう。斜め後ろから見たらこんな感じです。こちらは RS アドバンスになります。どちらも21インチのアルミホイールを装着していますが、 RS アドバンスには切削工期プラスブラック塗装のアルミホイール、クロスオーバー G にはダークプレミアムメタリック塗装のアルミホイールが装着されています。どちらも21インチながら、 RS は先進的かつスポーティーな台形ホイールとなっていて、クロスオーバー G には静粛性にも寄与する機能美のアルミホイールとなっています。続きましてホイールを近くで見ていきましょう。太陽光の下で見るこちらのボディカラー、とても美しくかっこよかったです。こちらは RS アドバンスのアルミホイールになります。かっこいいですね。21インチの225-45R21インチのアルミホイールとなっています。ちなみにこちらが新型クラウン、クロスオーバー G アドバンスとレザーパッケージのですね、アルミホイール、こちらは21インチ、こちらも21インチですけど、サイズ同じですけど、ちょっと雰囲気が変わりますね。こちらが 2.5 リッターハイブリッド、そしてこちらが 2.4 リッターターボハイブリッドの車両になります。続いてリアを見ていきましょう。リアのテールライトはこのように一文字のテールライトとなっています。ホワイトの車両はこんな感じです。内装色はブラックとオレンジの内装となっております。ソフトパッドですね、本革となっています。今見ているのは RS アドバンスの内装になります。色はブラックとイエローブラウンになっています。ブラックの色の中にイエローの色が入ることで、スポーティーで上質な仕上がりになっています。はい、そしてこちらブラック内装になります。ブラックですとちょっとこう質感が、落ち着いた感はありますけど、ちょっと高級感としてはちょっとあれですかね。こちら新型クラウンの、ブラックの内装になります。クロスオーバーのレザーパッケージを選択しますと、本革のブラック、本革のブラックダークチェスナット、そして本革のフロマージュの内装色が選択可能となっています。フロマージュの内装色のクラウンも過去の動画で投稿してますので、ぜひそちらもご確認ください。リア、斜め後ろから見るとこんな感じになっています。それではフロントを見ていきましょう。バイトンカラーのブラック、プレシャスレイのフロント、とてもかっこいいですね。そしてこちらはプレシャスホワイトパールのクラウンになります。クラウンが動きそうなので撮ってみました。新型クラウンのボディサイズは全長が 4930mm、 全幅が 1840mm、 全高が 1540mm となっています。こちらの 2.4 リッター
ターボハイブリッド車の燃費はですね、WLTC モードで 15.7km となっています。実車のバイトンカラーのクラウンを見ると、バイトンカラーもかっこいいですよね。新型クラウン、まだ公道ではなかなか見かけることは少ないですが、こうやって実車を見ると本当にかっこよかったです。皆様の実車を見た時の感想もぜひお聞かせください。新型クラウン RS アドバンスになります。最上級グレードになります。はい、それでは試乗してきます。RS アドバンスのホイールとてもかっこいいですよね。それでは乗ってみましょう。新型クラウンのメーターパネル内には地図が表示されるようになっています。メーターのパネルもいろいろと表示が変更可能となっています。はい、それでは横から見ていきましょう。横から見たらこのような感じに、ホイールが違うのがわかりますね。それでは近づいてホイールを見ていきましょう。こちらがクロスオーバー G アドバンスのレザーパッケージの、21インチのアルミホイールとなっています。タイヤサイズはですね、225-45R21インチのアルミホイールとなっております。そしてこちらがクラウンRS アドバンスのアルミホイールになります。こちらも21インチのアルミホイールとなっています。タイヤはミシュランの、タイヤが入っております。 E プレマシーですね。タイヤサイズは 225-45R21インチのアルミホイールが装着されております。こちらが RS のホイール、そしてこちらがクロスオーバー G アドバンスとレザーパッケージのアルミホイールになります。斜め前から見るとこのような感じになっています。とてもかっこいいですよね。続いて RS アドバンスの斜め前から見るとこのような感じになっています。続いて真後ろから見たクラウンを見ていきましょう。ボディカラーはプレシャスホワイトパールのクラウンを見ています。バイトンカラーのブラックプレシャスレイのクラウンを真後ろから見るとこのような感じになっています。皆様はバイトンカラーのクラウンとモノトンカラーのクラウン、どちらがお好みでしょうか。新型クラウンはフルモデルチェンジされ、セダンからスタイリッシュなクーペライクシルエットと力強さを感じさせるリフトアップスタイルとなっています。流麗さとダイナミックさを両立させた新時代のフラッグシップの姿を表現しています。新型クラウン、サイドから見るとこのような後ろにかけて流れるような美しいデザインとなっております。こちらは RS アドバンスドという最上級グレードになります。新型クラウンは乗り降りや運転のしやすさを優先したパッケージでありながら、 TNGA プラットフォームによる軽量かつバランスの取れた光合成ボディと、足回りではフロントにマクファーソンスラット式、リアには新開発マルチリンク式のサスペンションにより、クラウンらしいどっしりとした直進安定性としなやかな動き、目線のぶれないフラット感と振動の少ない質感の高い乗り心地を追求し、ずっと乗っていたくなるような快適性を実現しています。新型クラウンになり、伝統のロゴマークも刷新されています。バイトンカラーのボディカラーはこのようにフロントの部分がブラックになります。いやー、それにしてもかっこいいですよね。そしてこちらのデイライトがですね、センターラインの部分が、フロントライトをつなぐようにして光るのが新型クラウンの特徴となっています。夜間どのように光るのか楽しみですね。また実際に見られた方はコメントにて感想をお聞かせください。そしてフロントヘッドライトは4眼の LED ヘッドランプとなっております。続きまして新型クラウン RS アドバンスの内装を見ていきましょう。内装はブラックとイエローブラウンになります。ステアリングホイールは本革ヒーターパドルシフト付きとなっております。シフトノブは自然に手にフィットする形状で、スマートなシフト操作を実現するエレクトロシフトマチックを採用。フロントカップホルダーは LED 照明付きとなっています。シート表皮は本革となっていて、運転席8ウェイパワーシートとなっています。運転席には電動ランバーサポートも搭載しております。続いてフロントドアの内側はこのようになっています。続きましてこちらはクロスオーバー G アドバンスとレザーパッケージ、内装がブラックの車両になります。ブラックの内装になりますとフロントドアの内側はこのようになります。そして後ろはこんな感じです。そして後席中央にはリアセンターアームレスト、収納ボックスとドリンクホルダーが付いています。足元のスペースも十分な広さがあります。そしてリアシートは一体固定式のシートとなっております。続きまして RS アドバンスのリアシートを見ていきましょう。
RS アドバンスドのドアの内側にはこのようにですね、イエローのカラーが入っていて、ブラックとは一味違った上質なドアパネルとなっています。 RS アドバンスドにはオプションでリアサポートパッケージを選択しますと、このようにエアコンなど各種コントロールスイッチ付きのリアセンターアームレストが装着されます。さらにリアサポートパッケージには電動式リアサンシェード、後席シートヒーター、リクライニングパワーシート、上下調整式フロントヘッドレスト、助手席加灯式リアオーディオコントロール、イルミネーテッドエントリーシステム、リア足元 LED 照明とフロントリアインサイドドアハンドル LED 照明が装着されます。シート、アシストグリップ、運転席、助手席などが搭載され、メーカーオプション価格は279,400円となっています。もう一度クロスオーバー時アドバンスドレザーパッケージの内装を見ていきましょう。内装色がブラックの内装はこのようになっています。ブラックの内装ですと、とても落ち着いた感じの内装に仕上がっています。一目でわかる仕立ての良さと着座時の安心感にこだわったシートなど、内装部品一つ一つにもこだわり、上質で豊かさを感じられる空間を演出しています。エアコン操作パネルのスイッチは水平方向に集約したことで、どの席からも直感的に操作ができる機能レイアウトと、インストルメントパネルからドアにかけて一続きで包み込まれるような造形により、ドライバーは運転に集中でき、一緒に乗る方には心地よく移動を楽しんでいただける全席特等席を実現しています。 RS アドバンスドにはメーカーオプションでサンルーフが装着されます。ちなみにクロスオーバー G アドバンスドにはサンルーフの装着はありませんのでご注意ください。クロスオーバー G とクラウン RS アドバンスドの違いは、一目でわかる違いといえばこの外装のホイールではないでしょうか。2台の車を少し離れて見てみましょう。 RS グレードは 2.4 リッターターボハイブリッド車で、燃費の方が 15.7km。 クロスオーバー G アドバンスドレザーパッケージは 2.5 リッターハイブリッド車で、燃費は 22.4km となっています。今回は新型クラウン RS アドバンスの車両と、新型クラウンクロスオーバー G アドバンスとレザーパッケージの車を比較しています。新型クラウンを購入検討中の方は RS とクロスオーバー G の違いを見てみたいと思っているはずなので、今回は新型クラウンのクロスオーバー G と RS アドバンスの車を徹底的に比較してみました。トランクはハンドア状態でも閉まるイージークローザー付きハンズフリーパワートランクリッドになっています。トランクを開けるときはこちらにボタンがありますので、こちらを押しますとトランクが開きます。新型クラウンのラゲージ容量は450リッターとなっていて、ゴルフバッグは3個まで収納可能となっています。そしてガソリンを電気に変換できるのは約 6.2 日分。コンセントは2箇所あり、センターコンソール後部とこちらのラゲージルーム右側に合計2箇所あります。はい、ということで今回はフルモデルチェンジされ発売されたばかりの新型クラウンの最上級グレード RS アドバンスドとクロスオーバー G アドバンスドレザーパッケージの車両を比較してみました。大きな違いはアルミホイールのデザインと 2.4 リッターターボハイブリッド車か 2.5 リッターのハイブリッド車の違いになります。あと内装が RS アドバンスの場合はブラックとイエローブラウンになります。この動画が少しでも購入検討中の方の参考になるととても嬉しいです。高評価、いいね、そしてコメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。